勤め、コーヒー牛乳を消耗したい。何見てんだよ。あっち行け。ダメダメダメ、これは貴重な朝飯だからね。そう簡単に。わかったよ。おい、ありがとうぐらい言えばか野郎。近頃のガキやもう。あれやろ、あんこの多い方持ってきやがった。おい、ちょっと待って、どっか野郎。どうもないな。処理が栗山工場で1日平均1万4000バレですよ。そりゃそうですよ。先月ストがございましたからね。安武君。はい。あ、そういうことで。はいはい。それじゃあまた後ほど。はい。何か。リベリアのタンカーが横須賀に入るのはいつだっけ。はい。確か明後日の月曜日じゃなかったと思われますが、一度確認しておきます。はい。あ、君。まだだね。は？髪の毛だよ。あ、これですか。明日の休みでも床屋行ってきたまえ。金がなかったら貸してやる。バカだな、やすも。こんなつまんねえことに睨まれたら損だぞ。同じさ。どうせ俺は出世コースに乗れない男なのだ。また大学出てないぐらいなんだよ。高等小学校でら総理大臣になれる世の中なんだ。そんなことより今夜あたりどうだ。ツンツルツンツル。お前来てやろ。え、いいからいいから、女房に電話して酒交わしとくの忘れんなよ。役満上がったら髪切るか。お疲れ様。さよなら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 。いや、今日は絶対。ねえ、ゆきちゃん。何？明日日曜日だろ。ほら、日曜日っていうのはさ、全国的に会社が休みだからさ、あのねえ、そ、あの、分かったろ。
あ、呼んでるわ。じゃあね。いや、あの、ねえ、あの、僕とあの、メイクダウンしないかな。あの、いいわ、ヤスさんとなら。私、ヤスさんみたいなタイプ好きよ。おい、ヤスさん。分かった、今行くよ。あ、来いよ。何がやるんだ。それ、ドラだ。当たり。太陽ドラ126。気の毒。師匠、見てくれよ、おい。サブルペンって漫画だよ。入ったなぁ。今だぞ。あ、奥さん。酒は冷やでいいですよ。こいでもらおうかな。はい、お釣り2400。見てくれよ、箱店だよ。邪魔店なんかで間違がって、あとは怖いぞ、いいか。怖い。お前何のレストだっけ？出橋だろ。お前何のレッサーだっけ。いや、今徹夜なんて。徹夜大丈夫だよ、うん、適当に返すからさ。何あの安武さんって人、あんな池涼しい人初めて見たわ。少し変わってんだよ。小さい時に親を亡くしたらしくてさ。でもあれで人はいいんだよ。奥さん先寝ていいですよ。どうせ明日の昼間までぶっつけの強行軍だから、うん、冷やでいいですよ、本当に。さあ、お待たせ。よいしょ。よろかい。よし。よし。あ、どうも。よいしょと。あー！危ないですよ。滑るから。今度の給料日には。おお、そうじゃないんだよ。これ、あんた一体どこ行ってたんだよ。ゆうべね、遅くなってから電報が来てね、ずいぶん探したよ。電報？おい、ヤスさん、どうしたんだよ一体。帰ろ！おい、ヤスさん、どうしたんだよ。安武右京殿、伝聞を申し上げます。姉既得すぐおられたし。わあ、できたできたできた。あ、できたできた。できたできた。できた。姉さん、死ぬなよ。僕ですよ。ほら、離れて世話になってる。ああ、豊子さんの弟さん、東京の。ええ、あの、姉がどうかしたんでしょうか。それはね、あんた、一昨日から急に苦しみ出してね。急性なんとか炎でさ。病院はどこですか。おばさん、入らせてくんな。はい、いらっしゃい。病院はどこなんだよ、おばさん。あれ臨終は1時間ほど前でした。名前呼び続けてたよ。まだ来ないか、まだ来ない。あんな小さな子のこと、まだ来ない。
心残りだった。トヨちゃんのご主人がいなくなっちゃったな。いつ頃だっけ？あの子は生まれてすぐでしたよ。女癖が悪かったらしいな。あんた分かれへんよ。さあさあどうぞ。どうもすっかりご迷惑かけちまって。いいえ、私も豊子さんがお店に働きに行ってる間このちいちゃんを預かったりして、それはもう親戚同様の付き合いでしたからね。まあまだ悪い夢を見てるような気持ちですよ。それよりどうします、ちいちゃん。そりゃ父親が引き取るべきだよ、うん、だってどこにいるか分かりゃしないんでしょ。尋ね人で探してみたらどうでしょうね。テレビか何かで。はあ、右京ちゃんも一人暮らしだし、私んとこも子供が三人もいて手一杯だし。お宅はどう？同じぐらいの子供もいるしさ。とんでもない、人様の子供どころじゃありませんよね。お宅こそ適当じゃありませんか。収入は多いし、うちは広いし。いいえ、うちは今息子は受験勉強で大変なんですよ。小さな子なんかいたらやかましくて気が散りますわ、うん、おばさん、すまないけどチーボを向こうへ連れてってくんないかな。はいはい。じゃあ、おばさんと遊ぼう。ね、いらっしゃい。さあ、ちはるちゃん、ね。早く次の旦那でも見つけてからよかったのにな、トヨちゃんも。小料理屋の女中してたんなら、いろいろ男の人と付き合ってたんでしょうけどね。やめろよ、もう。うきょうちゃん。チーボは僕が引き取ります。皆さんには迷惑かけないから、もう安心して帰ってください。引き取るったって、あんたは姉貴は親代わりに俺を育ててくれたんだ。その姉貴の子供を俺が引き取るのは当たり前じゃないか。姉貴だって俺にそう言いたかったに違いないんだ。そうに決まってる。優しかったな、姉貴は。俺が就職して、自分は結婚して、やっと幸せになれる順番が回ってきたね。姉さん、チーボは俺がきっと立派に育ってみせるよ。任しとけって。そうか、それは大変だったな、君も。それで
まだ細かい後始末が何やかや残ってますもんで、今日一日だけ休ませてほしいんですよ。ああ、それはいいと思う。仏さんのためにもきちんとけじめをつけてから出社したまえ。すいません。あれ？おかしいな。ここ動かずに待ってろっつったのに。何してんだ、こんなとこで小じきみたいな真似して。ニャラメお昼よ、わがり。バカだな、こんな。あのな、そういう時はおじちゃんにいな、ミルクぐらいなら買ってやるからな。さあ行こうな。ちーぼ、時間がないんだよな。行こうったら、そんなにも来てしまえ。わかったよ。一緒に来な。なんで離れて歩くんだよ。おいでよ。大丈夫だよ、捨てやしないから。猫とは喋るのにどうしておいちゃんとは話さないんだ。おいちゃん嫌いなのか。バスも地下鉄もダメか。えれえ損害だよ。タクシちゃんのさ、あの調子悪いから見てやろうと思って。油でも散ったらどうすんだよ。裏で終わり。裏で平気だよ、もう少しなんだよ。母ちゃんの言うことは聞けないっていうの。分かったよ、行くよ。あら、ちょっとあんた、まだ行かなかったの。うん、原田さんとこ至急2キロ届けてくれって言われてんだよ。市村さんとこも。ああ、なんですぐ行かないんだよ。だからダメなんだよ。もう行った。嘘おっしゃい。さっきからずっと店で。あれ、バイクがないね。うん、ないね。で、その子が届けに行ったの。うん。そんなら、そうと。なんで早くそう言ってくんないのよ。私はね、父ちゃんのお金でどれだけ時間を損してるか分かりしないんだから。まったく。あら、おばさん、お疲れってきたの。うん、魚屋さん行ってきたのよ。なんかいいもあった。大したもんないよ。ふーん、昨日だってね、朝顔を洗うのにどうしてそんな時間がかかったのって聞き出すのに30分もかかったじゃないのよ。ちょっと歯磨き粉が切れ。あら、ちょっとあんた、人の言ってることおしまいまで聞いたらどうなのよ。どうも、チーボ。あのうちなんとか言えよ。あのうちに下宿したら、俺が出勤してる間チーボはあの連中に預かってもらわなくちゃいけねえんだよ。だから本人の意見も聞いておきたいんだ。いつまでも暑いね。はい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 。ほん、いいか、チーボ。ママからちゃんと教わってるはずだぞ。一
人に会ったらちゃんとお辞儀をして、こんにちは、おはようございます、別れるときはさようならってね、何か聞かれたら思ってることをハキハキと答える、それがいい子供なんだ。いいか、なおいちゃんはね、大至急二人で住めるところを探さなくちゃいけないんだよ。ところがちーぼが嫌なことだななんて思われたらどこ行ったって断られちゃうだろ。そうだろ、なんとか言ってくれよ。せめてあのおばさんの半分でいいからな。さあどうぞ。どうもありがとうございます。お嬢ちゃんはジュースね。さあ、はい、どうもありがとう、いただきます。いくつ？6歳です。まあ、はっきりしてて可愛いお嬢ちゃんね、あんた。うん、可愛いな。うるさいね、うるさいよ、おぼるったら。うるさいね、裏でやれって言ったろ。お客さんなんだよ。お客？本当にうるさくても。お邪魔してます。なんだろうね、ろくな挨拶もできないで。この子の方がよっぽど利口だよ。本当にお行儀のいい子だね。安武さんも可愛いでしょ。まああらあら、あっ、まあまあまあ、まあ、あの、大丈夫です。本当ね、かわいそうに、一番母親が恋しい年頃だっていうのにねえ。というわけででしてね、つまりあの、このお部屋をお借りするとすると、あの、私が出勤してる間はですね。ああ、この子、そんなことは心配しなくてもいいですよ。私たちの他にね、娘が二人いますから、交代で面倒見りゃいいんですからね。まあね、ろくなお世話できないけど、食べ物のことや、うん、怪我させないくらいのことはね。ありがとうございます。そう、子供が一人。増えたと思えばいいんだから。続けておいいよ、変なとこで切らないで。寄ってかない？お茶ぐらい飲ませるからさ。旦那に分かるとやばいよ。構えしないって、5分や10分休んだからってね、文句言われる筋ないよ。おいで。きねちゃん、きねちゃん、お客さんだよ。お客？じゃあまたね、かずちゃん。あ、バイ。誰よ、お客って。それがさ、なんだかよくわかんねえんだけど、あの、子供が一人増えるとかなんとか言ってたよ。子供？何よそれ。それじゃね、何の構えもしない。いい、それじゃあ今夜早速お世話になります。あ、今夜？あの、アパートに借りましてすぐに荷物をまと、いや、荷物といっても大したもんはありゃしないんです。でもそれまた随分急だわね。いいさ、そうしなさい。はい、ありがとうございます。じゃあ、じゃあ、あ、そうだ、あの、千春はお前邪魔になるからここにいなさい。おばさんよろしくお頼みします。ちょっと、あのね、いいか、千春、よく言うこと聞くんぞ。いいおばさんだからな。あのね、じゃあ行ってきます。それは勝手に、お手伝いはいいです。善は急げと言いますから。ちょっと、あのね、あんた、私も忙しいけど、相当忙しいね、あれは。お母さん、あの人、うちに下宿すんだって。うん、この子もだよ。へぇ、小銭狼か。あっ、あっ、大丈夫？バカ野郎、ちゃんと目開けて運転しろ。はぁ、そっちこそ何よ。缶袋かぶってる猫じゃあるまいし、後ろ向きで歩くバカがいるもんですか。何？生意気言うな、女のくせに。オートバイ、スクーター、モーターバイク。そう、そのモーターバイクなんかお乗りになって。モーターバイクに乗ろうが宇宙船に乗ろうが大きなお世話よ。てやんねえ、バカ野郎、こんなことしちゃいない。見てみろよ、この擦り傷。ほら、情けないわね、タイの男が。何よ、この野郎、そんなこと男に向かって言うせるか。おい、おい、見ようぞ、これ、バカ野郎、君、人を殺すか、バカ野郎、バカ野郎、バカ野郎、岡部、不転じゃだま、おかじめんこ。できたよ。
さあ、はい、はい、ゆうちいちゃん、はい、さあ、はい、ありがとう。動物好きなの？猫と人間だけ。面白い子だね。お母さん、出かけるわよ。いい加減よその店なんか手伝うのよしたらどうなんだい。うちの店を手伝っても銭にならないもんね。ジボ、早く寝るんだよ。夜更かしは肌に一番悪いからね。で、行ってきます。早く帰ってくんだよ。はい。どう見たって大学でには見えないだろ。高い月謝をせっせと払って損しちゃったよね。お父さん、どうして私に相談してくれなかったの？うん、あとその日から来させるなんてめちゃくちゃいいとこじゃない。いつかも和子の友達を下宿させて来いたはずよ。まして男なんか。うん、だがね、子供がね、だからついお母ちゃんも私も。人が良すぎんのよ、二人とも。私は嫌だわ、絶対に。うん、だがね、その子、部屋が空いてるし。すぐ電話して少し待ってもらうのよ、まだ間に合うの？もしもし。はい、井上精米店でございます。毎度どうもありがとう存じます。あ、そうそう、坊ちゃんのご病気いかがですの？まあ、それはようございましたね。父ちゃん、来たよ。おう、昇、お前も手伝い。そのなんだ、ほら、荷物運びやなんか。かしこまりました、毎度どうも。し、割り切ったな。なんてずうずしいやつ。どんな顔してるか、とっくり拝ましてもらうわ。いや、いや、いや、どうもどうも。まあ、お、それじゃあ、君は。ああ、知り合いか。そりゃよかった。よくなかったのかな。いらっしゃい。いらっしゃいませ。こんばんは。いらっしゃい。おや、この子誰？カズちゃん。私の高校時代の同級生でバイトしてもらってるんですよ。よろしく。変わった顔してるね。いや、ガンモドキみたいな顔だって言うんですよ、あのりょうちゃんに言わせると。そっくりでしょ、ガンモの感じに。侮辱だな、ね。自分だって生煮えのごぼう巻きみたいな顔してね。はい、どうぞ。大根とちくわ。はい、大地くいっちょ。りょうちゃんお願いね。はよ、大地くいっちょね。あのさ、うん、悪いんだけど、今日ちょっと早く帰らせてる？あ、いいわよ。デート？まさか。しかし、若い男性には大いに関係ありなのだ。結構じゃない。おかずもそろそろ本格的に探さなくちゃね。でも順番があるし、うちにはほれ、お姉ちゃんがいいんでしょう。おう、ガンマもくれよ。はい、私もついこう。はいよ、おかず一丁。チーボーがまだハイハイした頃、一度東京に来たことがあるんだぞ。なあ、チーボー、これからはな、おじちゃんがチーボーのパパとママの代わりだからな、何でもおじちゃんに言うんだぞ。わかんねえな、なんで俺に口を聞かないんだよ。何が不満なんだ、はっきり言ってみろ。安武さん。はい。ご飯来ましたよ。ああ、すみません。あ、少しは片付きましたか？ええ、なんとなく。この日はね、西日が当たってちょっと暑いけどね、風が入ると涼しいんですよ。そうですか。さあ、ちいちゃん、お上がんなさい。はい、いただきます。よくしつけができてまー。亡くなったお姉さんって方、よっぽどしっかりした人だったんですね。は？はあ。銭湯はね、電車通り出たとこにありますからね、後で教えてあげますよ。お願いします。さあ、食え食え。うん、部屋代は安いし、チーボーは可愛がってもらえそうだし、
おまけに米屋ならどう転んだって飯の食いっぱぐれはねえし。おじちゃん。え？おい、初めて口を聞いてくれたな。なんだ？言ってみろ。おじちゃん、あたしのパパじゃないの？パパ？俺が？どうして？違うのね、やっぱり。俺がチーボーのパパじゃないかと思ってたのか。本当のパパなら嫌い。どうして？そうか、ママとチーボーを置いてっちまったからな。それで口を聞かなかったのか。幸か不幸か、そんなこと言ってもわかんねえな。おじちゃんはね、絶対にパパなんかじゃないよ。つまりね、おじちゃんはママの弟だよ。わかったか？さあ、早く食べてお風呂に行こう。おじちゃん今日すっかり疲れちゃった。おいしいか？うん。やろめにもやれ。今度男子青年部と合同して合唱隊を作りたいの。その打ち合わせをするから明日2時までに町会事務所に来て。いいわね？じゃあおやすみ。歌の練習なんかより自分のお婿さんでも探したらどうなんだい？ねえ、青年部にいい人いないの？また始まった。そんなに気になるんだったらお母さんたち探してきてよ。男なんてどうせ大したことないんだ。着物を見立てるのとわけが違うよ。やったー、まびっくりした。タイガースが逆転したぞ。本当だ。いやだね、本当に川上さん、なんで堀内使わないんだろう。よし、キャプチンもう一本。そうはいかないよ。最後にね、くるっとひっくり返す、そこがジャイアンツのいいとこなんだから。待ってるよ、少し。あんたこそうるさいわよ。やれやれ。ただいま。あら、早いのね。おかえり。あの人来た、子連れ狼。狼？そう。なーに、カズちゃん、それで帰ってきたの？よし、スルーアウト。ミラミラ、なんだあの球。あれじゃまるでボールにハエが止まりそうだ。ちゃんとタイミング測って放ってんだからね。分かっちゃいないんだから。よしなさんよ、たかがマリナゲン。どうぞ、いい年して。お風呂行ってきます。ああ、じゃあね、あのお豆腐屋さんとか右曲がってね。私が連れてってあげる。ちょうど私も行こうと思ってたとこなんだ。うん、ちょうどいいや。この子と一緒に入ってよく洗ってあげなさい。ちょっと待ってね。よかったね。あ、すぐ支度してくるか。ねえちいちゃん、今度おじちゃんとブランコ乗りに行こうな。このすぐ裏に綺麗な公園があるんだ。そうそうそう、お正月になったらタコあげよな。おじちゃんな、子供の頃から自分でタコ作ったんだ。おお、うまいんだから。女の子にタコ飴だっておかしいわよ。ヨガに一杯どうだい？え、いけるんだろ。見りゃわかるんだから。お酒が入ると今まで貯めておいた分までいっぺんに喋り出すのよ、お父さん。結構のお酒じゃないか。あんた本当にずっとあの子と二人で暮らすの？できればね。みんな変に思わない？だからなるべく人には言わないよ。会社だって扶養家族には認めてくんねえだろうし、変に考えてもな。な、あれ？チボー、早く来な。さあ、
お風呂から上がったらこのカンカン溶かしておリボンつけてあげるからね。綺麗なおリボンいっぱい持ってんだよお姉ちゃん。トントン。終わった勉強。それよかさ、大きい姉ちゃんどう思う？あの子連れおかに。どうって？あれおかしいぜ。何が？あれはきっとあの男誘拐魔じゃねえか。まさか。だってさ、姉さんの子供だったらもうちょっと懐いてるはずだぜ。なんだか無理して一緒にいるみたいでさ、ぎこちないだろ。ストストピッちゃんストピッちゃんシート。君。君？あの子連れ。何かおかしなところなかったか？おかしなとこ？やたらに隠し事するとか。そうそう、のぼるもね、あの子のこと人に言っちゃダメだよ。私安武さん頼まれたんだから。はっ、ほら来た。やっぱり何よ。いや、今にわかるって、うん、何言ってんのよ。早く勉強しなさい。はいはいはい。もう夏休みの宿題が多すぎると余計なことに気ますのかしら。もともと出来のいい方じゃないからな、あいつは。リボンないの。あ、あった。あったのだ。ああ、湯上がりの一杯は効くぜ。湿気たリボンしかねえよ。こんなもんだったかね。にゃらめちゃんただいま。しめ、これはいい塩梅だぞ。外だわ。そう、外にちょっと夜遊びに行っただけだよ。すぐに帰ってくるさ。大丈夫大丈夫。いや、探してくる。ダメだよ、こんな遅く。あんな猫探して。ジミ、この野郎。ちくしょう。早く、おさちゃん逃げろ逃げろ。君なんだ、君だら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 。なんだ、雷か。やった。安武さん、大丈夫？ちょっと大丈夫です。いや、今なんか通っていたみたいだな。安武さん、何すんだよバカ。見てだろ？な、俺の言った通りだろ？違うのかな？見えないわ。大丈夫？私たちで探しますから。そうはいかないっすよ。あ、私ね、あっち探してくる。ね、お母さん裏探して。ちいちゃん。ちいちゃん。しかし、なんであの小僧が俺を突き飛ばさなくちゃいけないんだ、ちくしょう。やっぱり遺伝かな、俺のそそっかしいのは。ジボー、ジボー、ジボー。ああ、こうなったら面倒くせえから110番電話すっかな。ジーボ、帰ろう。風邪ひくぞ。ニャロメは絶対帰ってくるさ。おいちゃん保証する。保証するってことはね、約束するってことさ。もし帰ってこなかったら100万円。100万円は無理かな。ああ、その代わりね、猫を10匹もらってきてやっからな。
ニャロメの方がいい。だから帰ってくるって言ってるだろ。チボの仲良しはみんな帰ってくるよな。ママ帰ってこなかったもん、仲良しでも。まあな。寝た、あの子。うん、寝たみたい。ママ。にゃーのめにゃーのめ。あ。にゃーのめにゃーのめ、はあ、いくら俺だって猫まで責任持てねえよ。にゃーのめ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 、愛してるから出ておいで。にゃーのめ、出てきたらキスしてやるからね。にゃーのめ、猫ちゃん、にゃーのめ、にゃるめどこだよ。お前が見つかんねえとな、俺のメンツが立たねえんだよ。猫たん、これ送りです。はい、はいぞ。はい、ご苦労さん。食べてってくれる？今朝から人数が増えたから。ねえ、それともそれ先やっちゃう？ああ、どうするのよ、どっちにすんの？そうだね。はあ、はっきり押しよ、お名刺冷めちゃうじゃないか。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、パパ、ねえおじいちゃん、あらだ。バカ野郎、なんでこんな時間に起こすんだよ。もう眠たいね。ああ、あれ
ってきたの、目が覚めたら。そうか、あの音吉め。どうだ、おじちゃんの言った通りだろな。うん。この野郎、心配かけやがって。でも一匹でこれじゃ、十匹もいたらおじちゃんすっ飛ばされちゃうな。階段から。え？こら。Ha ha ha ha!